神戸克彦は日本の料理人、リストランテマッサのオーナーシェフである、山梨県出身、氷川保育園、氷川小学校、山梨南中学校、氷川高等学校、駒沢大学卒、大学在学中に下北沢の和食店のアルバイトをはじめ、接客の傍ら調理を任される。アメリカヨーロッパ、東南アジアと旅行する中でイタリア料理に魅了され、 1994年2月にイタリアトリノのホテル学校で修行。フィレンツェにあるエノテカピンキオーリに入店し腕を磨く。1997年4月に帰国。西アザブ、アルポルトなどを経て2000年に東京、エビスにリストランテマッサをオープンした。マッサはイタリア修行時代の愛称。1997年6月13日にフジテレビ。 料理の鉄人にイタリアンの鉄人として登場。従来のは、要、中の三鉄人に次ぐ、第四の鉄人となった。最年少であった。番組内でのキャッチフレーズは、パスタのプリンス。本人曰く、まだ、イタリアに滞在中だった同年1月に、ホテル学校の校長から、日本で料理コンクールがあるから出てみないかと、誘いがあったので、 気軽に申し込んだところ、実は、それが、料理の鉄人の出演者募集で、しかも番組側は、第四の鉄人としての出演者を募集していたのに、本人はてっきり、挑戦者募集だと思い込んでいたという。自分が鉄人として番組に出演することを本人が気づいたのは、帰国直前に、プロフィール用の映像収録を行った際のことで、本人は、 初回の収録直前まで慌てふためいたことを後に語っている。番組終了後は、リストランテマッサの経営の傍ら料理、研究家としてもメディアに登場していた。しかし、2019年3月、店内で仕込み中に高所から転落して倒れていたところをスタッフにより、発見され、病院に搬送されたが、同月14日10時15分に死亡した。 49歳没。料理の鉄人には、鉄人と称された、料理人が7名レギュラー出演していたが、彼はその中で最年少だったにもかかわらず最初の、ぶっこ者となった。ありがとうございます。